花嫁の皆さん、花ちゃんのお時間です。お金の管理が苦手なキーと、お金の管理は感覚のまゆです。へっぽこ。今日は見積もりの見方をご紹介します。はい、すごく重要ですね。はい、まず大枠結婚式場のお見積もりというのはこんな感じなんですね、うんうん、見積もりには3つの段階があって、うんうん、初期見積もり、中間見積もり、最終見積もりという風なパターンがあります。初期見積もりは見学の時にもらう見積もり、中間見積もりは打ち合わせをしてもらう途中経過の見積もり、うんうん、最終見積もりというのはもう2人のものが確定しているものが入っている見積もりという感じです。なるほど、なるほど。今回は特に見学するタイミングなどで初めて見積もりを見る際にわからないっていう拒絶反応を起こさないために一個一個ちょっと項目が一体何個ことを言ってるのかと、どういう点を見ればいいのかっていうのをご紹介します。はい、見積もりがこう金額上がっていくことについて詳しくお話ししている動画はこちらにございますので、はい、ぜひそっちを見てみてください。はい、まず今回はこの大枠ほぼ初期見積もりに入っている13項目をご紹介していきます。はい、見積もりというのは2つに分かれまして、うん、まずは固定費と呼ばれるものと、うん、あとはそれ以外に自分たち の、 その人数だったり選ぶもので変動するものというものがあります。うん、まず固定費なんですが、固定費代表がこの2項目で、うん、会場費と挙式料です。会場費も挙式料も、まあ、もちろん固定費といえどお二人が選ぶ、はい、会場によって会場の金額が違います。はい、そして挙式料というのも基本的にはそのチャペリを使用するそのまあ使用料、うんうん、プラスまあその牧師だったりプランというのは式場によって様々なんですが、はい、キリスト教式か人前式かでも金額が違うところがあります。なるほど。なのでそこもお二人次第ですね。固定費といえどの注意点に関しては、会場費が挙式料しか書いてないっていう風になるとですね、一体そこに何が含まれているのかが分かりづらい見積もりってたまに見るんですね。例えば挙式料の中には牧師先生やパイプオルガニスト、聖歌隊がついてるとか、うん、あとは式次第といって挙式の進行を表すしおりなんですが、うん、そういうものがついてるという、どんなオプションがついてるのか、はたまたじゃあハープ演奏したらオプションになるとか、はい、うんうん、見学で見てついているお花がついているとは限らなかったりするので、そこを詳しく聞いていくというのが見積もり説明のところでの肝になります。はい、中身をちゃんと確認しよう。そういうことです。続きまして、一番変動する部分というのは料理です。ここは人数が10名違うだけでも大きく金額が変わってきますね。確かに変動する部分というのは特に人数が関わってくることがほとんどですので、うんうん、その人数が何人なのかっていうことによって見積もりが大きく変わります。うんうん、だからもし50人にするか80人にするか悩んでいたら、その2パターンの見積もりをもらうのがいいです。うんうん、病院に関してよくですね、計算の早いご新郎様は、いや一つの見積もりだけでいいですと、頭の中でだいたい上がり幅計算できてますっておっしゃるんですね。すごい、すごいね、賢い。ただですね、はい、結婚式の見積もりって数字で見るのと頭で計算するのってインパクトが全然違うんですよ。上がる単位の幅が大きい、ゴリンって上がるので、やっぱり作ってもらう方がおすすめです。うんうんうん、そしてなぜかというと、その料理の金額、例えばじゃあ1万2000円のコースを1万5000円にしたら3000円かける30人でいくらみたいな感じのプラスじゃなくって、実はサービス料っていうものがかかってきます。サービス料何ですか？サービス料というのはチップみたいなものです。なるほど。だいたい固定費と料飲の 10% がかかってきたり、あるいは料飲の 10% がかかってくるっていう、その計算をプラスにすると結構実は金額で見るとあれっていう、なるほど、頭計算違うってなる。続いてこのアイテム関連に関してはこちらの8項目が主なものです。はい、結構いっぱいあります。一番と言っていいほど変動するのは衣装、うん、そして第2の変動は花、そして第3変動は記録関係です。衣装に関しては金額幅がすごくあります。うん、プラスもちろんそのドレスとか、まあ、和装にするか新郎さんの衣装で違うっていうのは皆さんお持ちの知識、知識、知識、知識だと思うんですが、結構私はなのがやっぱり親御様のお衣装も入ってくるんですよ。つくづく
気持ちいい。本当はここですごい話したいことがあるけど長くなっちゃうよね。親御様のお衣装というのは大体初期見積もりに入ってないです。入ってないことなんてあるんですか？入ってないです。親御様はそのお持ちの場合があるかもしれない、お持ちになってるものをお持ち込みいただいてもいいですと、親御様の衣装は、っていうことあるんですけど、でもじゃあお父様のモーニングをお持ちの方ってめったにいらっしゃらない、でお母様のドメソでもそうなんですが、衣装の打ち合わせに行くと一番正式なものはこういうものになります、一番正式なものはこういうものになりますっていう風に言われちゃうと、なんか例えば自分のお持ちの何か置物があっても、もしかしたらこれは一番正式じゃないかもってなって、結局お選びになる金額幅が結構あるんです、留め袖って。 なので、まあ、そこが大きくかかってきます。そして第二変動が大きいお花、特に、まあ、ブーケブートニアとかはボリュームによっては違うんですが、テーブル装花、あとはお二人のメインテーブル宅の装花に関しては本当に金額幅が広いので、確かに使うお花の量が全然違います。全然違います。初期見積もりで割とこのままでも大丈夫ですとか、このままでされる方いらっしゃいますっていう説明を受けるかもしれないんですが、実際には会場によってやっぱり外の景色があるからお花は小さくていいかなとか、じゃあ外も見えない、天井が高いっていうホテルでやるんだったらお花はボリューム出した方がいいかな、でやっぱり金額必要なものが変わってきます。そして第3変動は記録関係です。ムービーやカメラマンはとっても高いんですね。確かに、しかもなんかこだわりたいってなるとさらにお金がかかります、お金かかります。私が個人的に思うことはアルバムはなくてもいいんじゃないかなと思います。データをもらえれば結構今って自分たちでアルバムもできますし、はい、式場のアルバムってどえらい立派でどえらい重いです。なんか何でも一生一度だからいるよねっていうのもそうなんですけど、ちょっと考えてもいい部分です、はい、そして引き出物だったりっていうギフト関連とペーパーアイテムも人数によって変動する部分になります、はい、ペーパーアイテムとかは結構持ち込みされる方もいらっしゃるね。DIY するイメージがあります。ありますね、はい、美容着付けに関しては和装になるのかそうじゃないかでも金額が違います、ドレスの着付けと和装はまた違ってくるので、はい、そこで金額が変わります、はい、最後13項目目は持ち込み料ですね。この持ち込み料は持ち込みするものがなければかからないんですが、でももしかしたら2人がこれは持ち込みたいなってなった時に持ち込み料としていくら頂戴しますというように後からかかります。とても大事なことなんですが、はい、これ実は持ち込み料って中間最終見積もりになったタイミングではもう持ち込み自体受け付けませんよっていう場合があります。アイテムによっては、どういうことですか？もう申し込んだ後でこれ持ち込みたいってなったとしてもダメな場合があります。あ、契約前に言っとかないといけない。そうですので、今って金額前の段階でこれをご覧になっていれば何を持ち込むかすら決まってないタイミングだと思うんですけど、そんな気がします、ね、ただ持ち込む場合もあるかもということを踏まえて、見学時に何か持ち込みをした場合にかかる持ち込み料ってありますかっていうのを事前に聞いておいた方がいいです。確かに、すごく大事、すごく大事じゃないとそこの式場は一切ダメっていうこともありますね、たまにありますので、まあ、そこをしっかり確認しましょう。盛りだくさんでしたが、以上がお見積もりについてでした。何かわからないことがあったらぜひコメント欄で質問をお待ちしてます、はい、お待ちしてます、はい。ということで今日は結婚式の見積もりの見方についてご紹介していきました、はい、はなちゃんではこんな感じで結婚式に関する情報を週に5回配信しています、はい、また、私たちのサイトコーディでもこういう結婚式の情報をはじめ素敵なアイテムたくさん揃えてますので、はい、概要欄から見てみてください。はい、本日もありがとうございましたチャンネル登録といいねボタンをお願いします。バイバイ。バイバイ。